こんにちは、狂乱バンクです。いろいろと言いたいことがありますが、まずはパワーの話からしていきます。これ、多分ですけどティア2以上あってもおかしくありません。なんならティア1でもいいかもしれません。それくらいにコンダクのマシシにパワーを感じています。今までのシャドバの最強カードにある条件をおおよそ満たしてもいるんです。私が勝手に決めつけている条件ではあるんですけど、その条件っていうのが、AOL による盤面処理、腕に顔面にダメージ、守護持ち、コスト詐欺、それらの条件を満たしているカードなんですよね。もっと細かく言うと AOE が5点、顔面ダメージが7点、破壊不可の守護がいるとなおよし、そういう感じにはなるんですけど、その全部の中間の代わりに0コストでプレイすることが可能、そんな感じのカードになっています。恐ろしいね。ただ引けないとリーサルターンが遅くなるので、まだ最強カードとは言い切れないんですけど、めちゃくちゃパワーを感じます。そして私の好きなカードだったパズズ、それに非常に酷似している能力になっていて、しかもパズズよりも使いやすく便利なカードになっているので、非常に使っていて馴染みます。基本的に私のプレイングはコンボメインで、決まらないなら負けでいいという極端なプレイングなんですよね。そこがギャンブル性の高いであろうマシシと合っているので、ストレスも特にありません。なので現状の不満点は特にないですね。引けない時に辛いんですけど、ルージュ&ベールを採用したり、いろいろと工夫することで対応も可能なはずです。まあ極論引けば終わりなので関係ありません。最強です。そして今回事前考察段階でアンケート的なものを取ったんですけど、その結果で1位だったのがヴァンパイアだったんですよね。私の予想なんてテトラが1位だと思っていたので、やっぱり数字ってすごいなって思いました。私の負けです。物も強かったですし、集合値ってすごいんですね。でもまだ環境は始まったばかりです。物も獅子も強いんですけど、まだ環境に大きな変化が起きても全くおかしくないはずです。そして私は多分ティア1が狂乱バンプではないと思っています。大きな理由にプレイングやコンセプトが関係していなくて、一番の大きな理由が最終的パックで最強カードが謎のライオンだった。さすがにそれはありえないと思っています。アディショナルで最後という認識であれば別に問題ないんですけど、二つに分けて考えた場合まずありえません。いやあ、シャドバの最終環境コンダクのマシシがかっこよかったなあ。そんな世界線は存在していません。多分ね。なので予想としてはティア2くらいのパワーだと勝手に予想しています。もしかしたらこの動画が出ている頃にはもうティアが出ているかもしれませんね。めちゃくちゃ動画を作っているので時期がわかりません。作りたいデッキが多すぎますし、もう2本腕が欲しいなって思ってます。そんなこんなで対戦も終盤戦です。というか18点は勝ちです。懐かしいコンボですね。貴様の力を認めねばならんな。おかえり。ということで狂乱バンプでした。ウェポンテイマーがぶっ壊れです。とりあえず狂乱には行ってあとはマステマトロンと、それの連打をして処理して融合。ダメそうならヘドネで処理。あっという間にリーサルターンです。宝箱ミッションが始まったら増えそうです。そういえば今回は遅いですね。だから楽しいのかもしれません。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。ということで勝手にコメ返信のコーナーです。実は今シーズンから概要欄に書いてあって、2戦目を利用してざっくり返信しようと思っています。全部はしませんけどね。一応ビヨンドでもしかしたら新規が質問をしてくるかもしれない。そんな場合を想定しつつ調整しています。シャドバーイだね。ということでまずはこのコメントから。ワンワンアイコンが可愛い神回だった。嬉しいんですけど、白クマなんです。多分ね、まあ似たようなものですね。お次はこちら。毎回このスタイルでも。多分画面構成の話ですよね。多分ビヨンドに向けて今の配置をいじっていくと思います。お次はこちら。大したものだな。これ好き。お次はこちら。
ラブロマかゲイレルルか迷う。自然ロイヤルのお話ですね。私は今の感覚だと進化に寄せて耐久をしつつ、連携とは違った耐久力で勝つデッキだと思っているので、二択であればゲイレルルかなって思ってます。バニバロにラブロマ登場で多面処理もありですけど、迷ったらどっちも2枚採用です。中盤以降に引ければいいですしね。まあ大体こんな感じです。ちゃんとやるのは多分ビヨンドからですね。試験的なものになっています。毎回はできないでしょうし、適当に雑談したい時に2戦目を取る時もありますし、そもそも深く考えてプレイしてないので、答えられないということが多いと思っています。まあいろいろといろいろです。あとはできれば X でちょこちょこ発信もしていきたい。そんな風にも思っています。これは多分めんどくさいので怪しいんですけど、まだビヨンドに期待しているということです。それについてのプロツアーの話とかもしたかったですね。まあきっとそれは本編の尺稼ぎに使うでしょうし、いつか話します。ということでお話は終わります。ご清聴ありがとうございました。軌道の定めに刃の反駁抜き放つ抗えないから。私はガラクタじゃないです。エンレアは僕が守る。もう寂しいだけじゃないよ。怒りを感じる。この世など哀れな人生。痛い。我は高き館の君主。ルナと遊ぼう。嵐だ、この闇の嵐。褒めて使わせ。わかるな。